こんばんは、メガトンです。ファクトリオアフターライフ、ロケット555発、なんかめでたいね。で、今回何をやるかと言いますと、ですね、 0.17 がそろそろ出るということで、今回のこの今やってるアフターライフ編でこれまずいなと思えるところを直して、その準備みたいなのをちょっとしておきたいななんていうね。ただね、今からやろうとしてることは、その 0.17 が始まったとしても、そこにたどり着くまで何時間かかるんだっていう。これさ、アフターライフってこれ、あのフリープレイ編の後に続けてやってっから360話ぐらいやってんだよねこれ長い、長すぎる。で、そのやりたいこと、直したいことっていうのがね、こことか、この本線に、この本線に液をつけちゃうと、あまりなんかこう出たり入ったりがスムーズじゃねえなっていうのがあるんで、複数線ってありかななんてちょっと思ったりして、複数線をやった時のロータリーの形がどうなるのかっていうのをちょっと実験してみたいですね。おお、そうか、そこ途中だったな、こらえてくれ。で、ロータリー、まず今使ってるやつを置いて、どういう動きがいいんだろうね。まあこれだよね。あれ、これ範囲外、範囲内、ダメだ、本拠地が来ちゃうな。ちょっともうちょっと離れたところで、ちょっと待ってね、ロボット範囲外のところでやりたい。こんな木いらねえわ、木が邪魔。はい、あれ消えた、木が消えた、木こっちだ、これ、いやだこれ、はい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 、おいよ。で、ロータリー複複線どんな感じでしょうか。もうここに合わせるか、これ自体を。そうするとあのグインってなんないから、あー、なんかバッサリ変わることになりそうだこれ。ここがいらん、これ どうなってるこれ。これがいらねえのか、そもそも。もう丸でいいんだ、丸っこいやつで。ロータリーじゃない手もあるっちゃあるんだろうな。でも今のところ丸が好きなんで、これでいこう。で、こういうのと、こういうのと、こう？あー、でもここクロスしちゃうのか。これあんま良くねえ気がすんな。どうなんでしょうね。そもそもとしてもこれがダメかもしれない。どういうのがいいんだ。まあでもちょっと一回置いてみるか。これやるとね、ぶつかっちゃうよね。まあこうなる。ほう。もともとあったのがこうだよね。なんとも言えないね、これね。そうか。わかんねえな、一からやり直すこれ。複複線、はあ、どんな、こんな近くでって信号置けないもんね。信号と電柱とかも置く可能性があるから、これぐらいは開けておきたいよな。はあ、全然浮かばねえぞこれ。ロータリーがあって、やっぱこれがないとちょっとダメか。おお、待って、このままやろうとしたらどうなる。
おう、ん、これはこれでありなのか。ほう、こう行こうとしたやつがこっちにも行けるのか。そうかそうか。伏線、これでやった場合、おお、よくわかんねえな。こうか。こっち。どういうルートになるんだろうね。まっすぐ。ここからこう入っていって行ける。まあ、好きな方に行ける。うん。こんな感じなのかな？クロスしちゃっていいのかな、もうこれ。いやー、わからんね。すげーシンプルなのにする？これ。おー。いやー、わかんねえな、これ。ここつなげたらやばいのかな？おー。なんか強烈な丸×ゲームができるようになってきたぞ、これ。おう、よくわからん。どうなんだろう、これ。ちょっと待ってね。はい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 。いいでしょう。信号がやらいことになってる。で、中の区分けがな、うまくいかんしな。多分これやりすぎなんだろうな。他にどういう方法があるんだろうね。伏線。おお。いや、そうかそうか。だからやっぱり、もう一回取ります。これ多分ダメだ。置いちゃう。ここがなくていいんだろうな。なしで。基本はやっぱこうなんじゃねえか。その、こういう、この形ってこのグリーンがやっぱりさ、ちょっとタイムラグ出ちゃうっていうのがあるよね。ので、まあ、ここは直線にしちゃう。ずっと押されてんな。そこか。まあいいでしょう。で、伏線で考えると、もう一個が、こんな感じ？もう、ここクロスするのもしょうがねえのかな？2マス枠、うちに、ここ。ほう。こうなる。で、2マス空いて、ここだ。踊れ。こうなる。よし、これですかね。ですかねって、そうなのかな。ちょっと捨ててこよう。俺が近くにいないとダメか。ほい。ほい。
さあこうなった場合、クロスしちゃうよな。これがクロスしないようないいやり方があるのかな。内側、外側、ダメだ、全然浮かばねえ。で、左から入ってくる。ここどこ？こんな風なんだな。ここじゃないとまずい？ダメだ、わからん。どうすればいいんだろうな。これはちょっとね、よくわかんないんで、弟子と相談するか。こっちの外側のやつがさ、内側に入るやつも必要だよね。両方必要なのか。外から内側に出てくるやつとここか。だからこんなのと、おのれ、あれ、これもしかしていけないんじゃない？あ、いけるか。こんなのと、こんなのが必要になるってことだよね。これもなんかなーって感じじゃない？これここに入れないで外にあった方がいいよな、多分な。このクロスすんのは。ああ。っていう気がする。こうなるのか。マジで？本当にこうなの？わからねえけど。ほうほうほう。ロータリーの前でいいんだよな。だから、連結は多分こっち？ここ？なんかピコピコしてんな。おお。多分ここは普通のでいいんだよ。これとこうだから、これが必要で、こうなって右から来るからここだろうな。ああ、こんな感じじゃないのかな。いやー自信ねー。おお。こういう分け方になっていいのか？うん、よし、わかんねえ。ダメだ。弟子と相談します。すごい丸投げ。でも、複々線っつうのは面白いと思うんだよね。ロータリーのことを考えないでやって、いやー、ダメか、ちゃんと考えないと。はい。っていうね、結局完成しないままやめてしまうっていうね。さあ、もう一つの話なんですけど、これね、こっちの方のやつさ、まあ無駄でもないのか。結構置いちゃってるけど、このピンクモジュール、多いところってさ、電車が来ないから止まっちゃってとこ多分あるでしょ。こうやって詰まっちゃうのちょっともったいないんで、そうそう、電車の数をもうそのまま増やしちゃえよっていう気が、するんで、まあ今回変えるの大変なんで、まあ予想図だけ作って、でここに保管しとこうぜ。これが基本なんだけど、4台分にしようぜっていう話。こうじゃダメか。はい、お、来た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 。掘削効率。
この辺でいいか。はい。で、これもな、6個やめるか。あー、どうしよっかな。まあ、今回今やろうとしてるのはテンプレなだけです。ただの。ただのテンプレ。これが単純にこの位置になる？こうなる？で、6個やめた場合が4つがいいのかな？箱6個ちょっと多いかななんて思っているんで、4つにするとこうか。やっぱ真ん中に寄せたいもんね。これを取る。ちゃう、あれ？なんで今それ取ると？なぜだ。こう取って取る。まあ、こんな感じだろうか。なんで取れてね、そこが。はい。うん。で、機関車と貨物が4台。分配機のことを考えると偶数がいいんだけど、6にする？ 6 はちょっと長すぎない？下ろす方が大変だもんね。4でいいんだろうな、きっと。そうなると真ん中がここになるのか。はい。これがテンプレだろうか。ああ。いいかな。よし、じゃあこれを今後使おう。こう。はい。よし、できたぞ。めっちゃ取るね、ここ。こうか。よし、できた。コピって。うん。線つながってる？これ。大丈夫だね。回路来てるね。オッケー。ほい。これって名前つくのかな？保存して、これでしょ？これ？建設計画。4行駅。駅4両編成。はい。いいんじゃねえか。で、これを持った状態で開く。入れとく。ああ。まあまあいいんじゃないだろうか。よくわかんねえの入ってんな。ほんのいらねえんだよな。消そう。消すのはどうすんだ、俺。開いて。右クリック？これか。右クリックで開くのか。開いて。いらない。ああ。OK。で、多分ここは他のゲームを始めたとしても共通で開くんじゃねえかということで 0.17 が来た時にまんま使えるっていう、そういうやつ。うん。で、これを実際使うことっていつになるんだろうね。取ります。そう、だから本当は複々線をちゃんと作って、それ用のあの直進レールもね、これね、直進レール作って、で、あの、ロボステを置いた状態のやつとかも作っておきたかったんだけど、もう複々線がわかんないんで、もう、どうしようね、これ。なんか、現実的な、リアル列車のこうロータリー通過、なんかこう車庫
車庫でやってんのかな、そこら辺の JR のあれをちょっと見せてもらうか、なんていう感じなのかね。っていうか初めて何分経った、 2,30 分で8台打ち上げ上げられたね。結構なんだかんだ言っていい感じでロケット飛んでんね。さあということなんで、どうしよう、4台編成のアウトやってみっか。ね、こういうのもったいないと思うんだよね、止まっちゃってて。このピンクモジュールの無駄感がね、やっぱ無駄なんだよね。ですよね。で、これも結局、一箱分ぐらいしか減らないから、またすぐいっぱいになっちゃうでしょ？とりあえず、アウト駅、改造してみるか。前にやろうとしていた拡張の余地があるタイプのやつ、まず来ないでくれ、一回止まってくれ。はい、4台でやってみっかな。ちょっと減らす。で、どうなるかな？真ん中あたりに、この辺だよな。ちょうど俺が立ってるちょっと左？この辺？これがある。で、戻っていくんですな、これやりたいのは。戻るのが、そっか、だから伏線か。あ、でもこんな形になってんのか、いっか。この辺、あ、でもロボスターなんだよな。あ、いや、いいのか、入ってくの、こっちか。そうそうそうか、こう入ってきて、こう回ってきて、こう戻ってくるから、これどこ繋げればいいんだ。おそらくこの辺を戻ってくるんで、これが、あ、ここがじゃなくなるのか、まるっと。で、この辺がロータリーになるのか。まあいいでしょう。じゃあそれでやってみっか。4台編成なのか、俺やるべきは。4台か、本当に。取っちゃうぞ。あいつずっといるな。何してんだ、こいつは。なんだぞ、錦糸町がない。錦糸町取っちゃった系かな。取っちゃった系だろうな。取っちゃうか。で、卸駅ですね。どうしようか。駅が、わかんねえな。伸ばすか、とりあえず。あれ、なんかいっぱい出てきてる。なんでだ？あれ？いらねえやつだな、この辺。捨てるにはどうすればいいの、俺。破棄する、はい、破棄。あれ、これいいのかな、どんどん捨てちゃって、モリモリ捨ててるけど。破棄、ああ、4つのやつ下ろすのもな、こんないらねえんだろうなっていう感じなんだけど、とりあえず
4つにしてみる？こう？多分こうなるよね。ほう。マジか。いいのかこれで。で、ここか。はい。いやー、ちょっとロボットがずっと飛んでっから邪魔っちゃ邪魔だわ。これか。そうかそうか。上を通ってるからな。で、名前がアウト、左下、左下になった。で、形としてはどっちか全部もうどっちめ、ここまで。はい、上もいらなくなるんだよな。そうかそうか、これもいらない。で、こうなってどの位置がいい？ここでいいのか。終わった。なんか変な感じだな。いいのか。なんとも言えねえな。これでいいのか。はい。はい。これは？あ、多分これダメだな。いかねえやつだな。一個上にずらさないとダメなやつだな、多分。よし。1個上に。わー、取らなきゃダメか。どこだ？目印。ここね。ほい。こうなって、取りこねえ。こんな感じ。はい。たこうだろうな。よしよし、たまってる。こんな風に広がっちゃうんだね。結構横スペース取るっていうか。で、このやり方だと上にどんどん伸ばせるというのが利点なんじゃねえかと思っていたんだけど、さあどうなることやら。